おはようございます。ちょっとね、元気ない子いるけど、まあまあまあ元気かな。そう、今ホミンは滑りに行ってて、でももうマイナス20何度とかなのに滑りに行ってて、私は今家にいます。ちょっと洗い物したり洗濯したり、そういうことしようかな。 あと動画の編集とね。めっちゃお腹空いた。ホミンがあと30分後ぐらいに帰ってくるみたいだけど、もうなんかすんごいお腹空いたから、ちょっと抜けがけでリンゴ食べよう。今冷蔵庫開けたらリンゴあった。なんだろう、昨日夜仕事中にブラウニーもらって食べて、そういう甘いものとか夜食べたからかな、今日すっごいお腹空いてる。あとホミンくれたチョコレート食べよう。チョコレートには赤ワインだろうと思って。今日も休みだし、一応外は寒いけど青空で景色とか気持ちいいから、で今日休みだし、もう飲もうと決めたから。でもあと20分でホミン帰ってくるけど、ちょいちょいちょっと待てずに、飲んじゃおう。そうだ、最近体重気にしてたら1キロぐらい戻れた、よかった。あと、まああとできたら 500g ぐらい戻りたいけど、まあたまにすごい食べたら次の日あんま食べないように気をつけて暮らせばいいかな。とりあえず来週から旅行に行くから、もう旅行の時は何食べようって、もあれも食べるこれも食べるって、もう予定ぎっしりすぎて、また多分太って帰ってくると思います。ワインにチョコめっちゃうまい。もう一個食べよう、このホワイトチョコ。これおいしい。ワインボトルに私が映ってる。最近結構寒い日多くて、マイナス20とか超える日結構多いんだけど、まあ、来週1週間旅行行って帰ってきたらだいぶ暖かくなってるんじゃないかなと期待してます。もう日本は昨日14度とかだったみたいで、もうコートとかいらないな。すごい暖かそうだし、あとこっちにいると冬も寒いから、とりあえず暖かくするしかもう考えがなくて、全くおしゃれしなくなって、もうそんな感じだけど、夏になったらいろんな服着れるから、まあ、日本でちょっと春物の服とか買う時間があったらいろいろ買いたいです。さっきホミンがスキー場から帰ってきて、今着替えて街の方まで出てきました。なんか家出てみたらネットではもう記載、体感気温マイナス18とかになってたけど、全然結構思ったより暖かくて、なんだスキー場行けばよかったとか思ったけど、まあ、ホミンが言うにはスキー場はもっと冷たかったよって言ってる。で今とりあえずちょっと銀行に行って、その後家賃とか払ったりしに行って、でそれでその後にご飯食べに行こうと思います。ねえ、ホミン、今銀行終わって、今から大家さんの職場に家賃を渡しに行きます。大家さんがいなくても小切手を封筒に入れて渡しとけばいいみたいで行ってきます。あー綺麗、青空。なんかやっぱ今日天気いいから、なんか重たいものはやだなと思って、あそこ行こうここ行こうぐちゃ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 悩んでたけど、やっぱり景色いい店じゃなきゃやってらんないと思って、景色がいい店に行く。だから、まあ、結構重たいものしかないけど、多分でもまあビールも飲めるしいいから。 Hello! Hey, good, thank you for you. Yeah, thank you. 空いてる、好きな席空いてる。
変わった。この間来た時にこっち座ったけど、こっちの人が誰もいない時はこっちに座った方が、まあいたとしても景色はこっちの方が実は窓際よりいいってことに気づいたから、この席空いててよかった。なんか今日スペシャルでマラソンカナディアンが5ドル25だって、普段7ドル25なのに、うん、あとは、うん、でも私この白いビールが飲みたいんだよね。でも高い、9ドルもする。カナディアンにしようか、スペシャルと言われちゃうと。でも1杯しか飲めないからさ、好きなもの飲んだ方がいいかな。好きなの飲むがいい。そうだよね、それがお金持ちのあれだよね。飲みたいものがたまたま安ければいいけどね。ホワイトにしようじゃ。何がいいかな。メニュー変わったんだよ。なんか今までと同じなものもあるし、変わったのもあるって。どうしようかな。パスタとかにしちゃおうかな。ボロネーゼ。ベイク。なんかメニュー、バーガーか、なんかアピタイザーとかもか。チキンかピザかバーガーか、またバーガーって言っちゃった。ステーキでしょ。ステーキは嫌じゃん。バーガー、なんだろう、パスタかな。とりあえずビール飲んでから決めようかな。白いビール頼んだ。これはなんかたまに白いビールでもなんかあんまフレーバーがないのもあるけど、なんか確かこれはすごい美味しかった気がする、うん。はい、乾杯。あれ、乾杯。うん、美味しい。めっちゃ久しぶりだよ、白ワイン、白ビールなんて。もう3年ぶりぐらい、私。これ多分なんかフランス語だったからフレンチのなのかな、白いビール。ん？何？サンフラー飲める場所あるじゃん、サンフラー。うんうんうん。そこの中に一つみたいな味がする。だから普段飲まないってことでしょ？私はこの白好きで。なんだっけ、ブランチェでシャンバイ、シャンビー、シャンブー、シャンブラーみたいな。わかんない。フレンチだね、この言葉が。私でもなんか、あの白が好き。あのショックトップっていうアメリカのやつ。もっとすごいスパイスが効いててすごい美味しいのと、あとキースっていうカナダのビールがあるんだけど、それのホワイトはお店では飲めないけどボトルでよく売ってて、それはめっちゃ美味しい。ふー、なんかもうビール飲んでる。だからなんかちょっとお腹いっぱい気味になってきちゃった。まだご飯食べてないけど。あ、景色いいね。やっぱ冬は中で暖かくで、ね、大きい窓のところで景色見ながら食べるのがいいよね。あ、また今日もこれ絶景飯ってかけるね。かえちゃお絶景飯シリーズ。クーティン来た。なんか結構グレービーが色が濃いね、これ。クーティン来て、ホミンのカナディアンっていうピザ来た。カナディアンっていうピザはベーコンとサラミベーコンとサラミと、サラミっていう日本語であって、日本語合ってるそれ、サラミ。サラミとマッシュルームだって。美味しそうじゃん。イエーイ。いただきます。うん、カラッと揚がってて美味しい。胡椒かけた。あ、ちょっと結構塩がかかってる。まあ、いっか。これエリクの肉だって。チーズ。そうだ、この間ここ来た時は私がピザ食べて本人がプーティン食べてたね。逆だったね。その時クルーティンフリーだったから。うん、うん、生地は全然違うわ。
ピザトーストみたいな、なんか日本で食べるピザみたいなマイルドな味。タバスコ持ってきてもらった。タバスコってメイドイン USA なんだね。もともとアメリカのものなのかな。俺が作ったのは USA だね。アメリカ俺的にタバスコって言ったのはメキシコって。私もそう思ってたけど、でもどうだろう。今ウィキで見たらタバスコは唐辛子、メキシコの唐辛子を使ってアメリカで作ってるんだって。アメリカで発祥だ。アメリカの会社が作って商標権も取ってるって。アメリカのソースなんだよね。でこれ見たらなんかピザにタバスコをかけるっていうのは、まあ、いろんな国の人でやってる人はいるけれども、日本においてのみ特徴的に見られるっていうのがらしいよ。イタリアの人はオリーブオイル、小唐辛子をつけたオリーブオイルを使ったり、アメリカではクラッシュドペッパー、よくホミンが使ってるあのあるじゃん、クラッシュドペッパー、あれを使うのが一般的で、ピザといえばタバスコって考えるのは日本人の考え方なんだって。もちろん使う人はいろんな国にいるけど、それが一番に来るっていうのは日本らしい。韓国ではピザを食べるみたいな。韓国は辛くしたい時ピザにキムチのせんの、やっぱりタバスコ、うん、だと思うけど、うん、でもそんなにもういっぱいだけじゃない気がする。でもクラッシュドペッパーだと純粋に辛くなるだけじゃん。だから私はタバスコより好きかも。タバスコとか酸っぱさも辛さだけじゃなくて酸っぱさもなんか、あ、酸っぱさは好きだけど、うん、タバスコの酸っぱさは、うん、ホミンビール終わったね。お腹いっぱい食べて今からちょっと買い物。なんか旅行の時に使う機内持ち込みできるスーツケースを探してて、今ちょっとそれを見に行ってきます。ここ確かここの地下にスーツケース、今も売ってるかな、昔売ってた。ギリギリっぽい。これはこんなでっかいの結構機内行ける。でも機内行けるやつにさ作ってんだったら機内に行けるって書いてあると思うけど、ちょっと見てみてよ。いやこれ機内行けるんだね。だから行けるよ。ねねね、これはこれは機内行けない、これは行けないやつ。でかすぎ。でもさ、それぐらいするんだね、スーツケースって。これめっちゃ軽い。それでもこんな軽いのに5キロもするんだ。ってことは23キロだったら、もうこれ18キロしか入れれないってことね。で、なにこれ？アラーム？なにこれアラーム？日本のアラーム？だから盗もうってた。どうやって？だって自分かもしんないじゃん。なんか開くときにだよね。あ、携帯かなんかでってこと？ああ自分の携帯が近づいてピッと開くとかさ、車とかあるじゃん、そういう、鍵を持ってれば開ける、うん、そのアップを使ってれば、うん、なるってこと。あその、うん、アプリで開けるみたいな、うん、普通に開けようとするとピピピになる、うん、なるほど。他に何？他になくない？だって、うん、これまた最大でしょ、結構最大でいけるやつでしょ。で機内はこれぐらい入るよ、うん、だから機内に入れれるやつで一番大きい大きさがこれでしょ、うん、じゃあもうこれしかないじゃん。でこれが一番安いし、でじゃあ青で、うん、ちょっといいのあったけど、ちょっと家で荷物のサイズとか見てからもう一回出直してくることにしました。さっきホミンが一人でまたスーツケース見に行ってくれて買ってきてくれた。ちょうどさっき家に帰ってきてからコーヒー飲みたいと思って入れたんだけど、一口も飲まずに
なんか居眠りしちゃってた。もうそれで、それからもう2時間ぐらい経ったので、これ今度アイスコーヒーとして飲むかな。もう一回新しいの入れ直す。うん、コーヒー濃いめに入った。このコーヒー入れてる間に、めっちゃ溜めてた。洗い物を片付いた。コップばかり。これ今冷たいウーロン茶飲んでて、今8時半ぐらい。ホミンがデザート食べるって言うから、いちごがいいなって言ったら切ってくれてる。すごい模様で、しかも超おしゃれに切ってくれた。ありがとう。うん。どうしよう。ちょっとだけ食べるつもりだったな。これ絶対、ね、ホミンがき、なんあれだな。たくさん食べちゃいそう、ヒロ。まあいいや。よくない。でも今日ビタミン取ってないからね。はい。いろんな言い訳を、食べ物を食べるのにはね、言い訳が必要なんですよ。特にね、基礎代謝以上のものを食べるときには、ね。いただきます。おやつ食べるな。チョコレート食べるな。それ8列あるけど、何8列食べる？8列全部食べるの？今湯たんぽ作ってて、湯たんぽってでしょ、毛布と毛布持ってよいしょ、飲み物ウーロン茶用意して、ここで今から映画ナイト、パソコンでムービーナイト中。